このギターはアタックがとてもしっかり出ます。それはメイプルネックというところが大きいんですが、かといって耳に痛いわけでもなく、実に心地いいところでパンとアタックが来る感じです。特にリードギターを弾いた時とかは音がクリアに伸びていって非常に気持ちよく弾くことができます。それではロングトーンを主体にした演奏を聞いてみてください。それでは今度はバッキングを弾いてみます。アタックがしっかりしているのでディストーションのリフを弾いた時でも非常にクリアに弾くことができます。セラミックマグネットのピックアップによるところも大きいと思います。それでは聞いてみてください。